ールを塗り直しました。使ったのがエクセルのネイルポリッシュでホットサングリアっていう色を使いました。これめちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。最近ずっとこれよく多分動画でよく見る色だなって思うんですけど、これめっちゃ可愛いんでおすすめです。で、最近私が今年になってから買ったおすすめのマニキュアを紹介していきたいと思います。まず最初がさっき言ったエクセルのホットサングリアって色です。これはめっちゃ可愛い、もう一群一群のネイルです。で、これをするときは結構ゴールドのアクセサリーを合わせることが多くて、リングとかも合わせることが多くて、で、こんな感じ、ゴールドのアクセサリーを合わせるとこんな感じになります。めっちゃ可愛いです。で、この色は私はゴールドを合わせることが多いんですけど、シルバーでも全然似合います。ちょっとシルバーこれしかないんだけど、こんな感じでシルバーでも全然いけるので、シルバーアクセサリーが好きな人もゴールドアクセサリーが好きな人もめちゃくちゃおすすめです。めっちゃ可愛い。で、あとはこのキャンメイク、キャンメイクをすごい使うことが多くて、私今年になってから最近キャンメイク4本ぐらい買ってて、この4つですね買っています。で、これが今塗ってるあれに比較的近い色なんだけど、これはすごくみんなから褒められます。これはなんかアパレル店員さんとかに可愛いってめっちゃ褒められたりとか、友達からも褒められるんで、これもおすすめです。で、このグレージュみたいな色とこのブラウン、色分かりにくいんですけど、ブラウンも可愛いです。で、これとあともうキャンメイク以外でと、これがデュカートってところの、ね、これに色似てるんですけど、こっちの方が緑感が強くて、こっちの方がちょっと青っぽい感じで今年らしくて可愛いんですけど、この2色はゴールドのアクセサリーをつけてもシルバーアクセサリーをつけてもめちゃくちゃ可愛くて、で、特にこの2色に関してはマジでシルバーを合わせたらすんごい可愛いんで、シルバーアクセサリー好きな方はめちゃくちゃおすすめです。っていう感じで最近の私のネイル事情でした。ございます。今日はお昼ぐらいから友達とカフェに行く予定があるので、とりあえず起きて準備をしようと思います。
登れなかった。なんかパンあるよ、パン。四角いパン。の。ミルクフランス美味しそうだよね。期末1週間遅くなった結果旅行行けなくなったの辛すぎるんですけど、やる気なくしてるでしょうね、うん、すっげえ怒られてた親に一週間頑張ってたやる気を出して妹とミルクフランスでございまーす、硬い硬い顎にいい、すごく正しい袋の何めくり方を知らない日本人。何なの、めくやばい、シュワシュワなんだけど、はい、ミルクフランスをいただきます。こちらはオーツミルクラテです。うん、写真を撮っております。またVIPのフィルター。